こんにちは。アマゾンシ支サポーター、堀秀夫です。今日は入会を検討されている方からね、えー、副業で取り組みますと。まあ、結構忙しいんですけど、ま一、あ、日どれぐらいの作業をすればいいか、まあ、そういう質問をいただきました。そればね、初、えー、めから頑張りすぎちゃいけないとか、えー、毎日何かやんなきゃいけないということは話したんですけど、まあ、具体的に時間はね、えー 何分から何分って言ったことなかったんで、まあ、ちょうどいい機会なんでね、えー、このサポートの動画を作りました。最初の1ヶ月は1日どれぐらいの作業をすればいいか。最初の1ヶ月というかね、えー、最初の、まあ、1ヶ月でもいいですけど、21日間は1日10分から45分の作業をしてください。これなんで21日間かっていうと、えー、人が何かを始めてそれを習慣づけるためには21日間かかります。 で21日、えー、続かなかったことは習慣化しないから続かない。21日続いたことは、まあ、やろうと思えば習慣化もされてるんで続けられるというね、えー、特徴があります。これは別に私が適当に言ってるんじゃなくて、まあ、脳の研究をしてる人がね、まあ、そういう、もう、これは結論だって、えー、そうなってると。人間の脳はそうなってるというのがもうね、結論づいてます。まあ、後の方にね、この記事の、別な記事の方で出した、 このゾロソワークサークルとかいろいろあるんですけど、これはね、ハーバードで研究してた方の、その、上手に頭を使って、習慣化する方法ね、ね、よりよく効率をよく稼ぐ、稼ぐっていうかね、人生で良い結果を出す方法という研究をね、してるんですけど、まあ、その研究成果でもう実証されてます。もう実験済み、科学的証明がついてます。 で、10分から45分。まあまあ、当然副業なんでね、まあ別にこれぐらいの時間取ればいいと。で、10分から45分だったら、まあテレビを見る時間を削るのか、まあ単純に早起きすれば、ね、早く寝て早起きすればこの時間は取れますんで、まあ、必ず1日10分でいいんで、もう何かしかこのアマゾン輸出に関することをやってください。で、やってはいけないこと。ね、焦って休憩なしで2時間以上作業すること。 これもね、あの、早く作業した方が早く結果出るっていう風に普通の人考えるんでね、えー、切羽詰まってる人とかね、えー、やっちゃうんですけど、まずこれやるとうまくいかないです。ね、そもそも長い時間働いたって、えー、容量もよく分かってないしね、えー、全然方向性が良くなかったりするんで、まあ、正直、まあ、頑張ってもあんま成果でない、いや、むしろ商品の仕入れなんかね、 何も分かんないうちに売れない商品ばかり買っちゃうんでねお金と時間の無駄になっちゃうお金と時間だけならまだしもこんなに買ったのに売れないのかというねそのやる気もそがれますんで初めにすごい頑張っても何にもいいことないです新しいことを始めるときのコツはまず習慣化することを最優先にする ね、これ毎日3時間作業しようとか言ったら習慣化するわけないんでねやったこともなくてよくわかんないでこれをやったらどういう成果が出るかねまあ堀は稼げるって言ってるけど本当に稼げるんだろうかと、まあ、そんな半信半疑な状態でねたくさんの時間とお金を使って、えー、やった結果が芳しくなかったらもう嫌になっちゃうのはもう100%目に見えてるんで初、まあ、めはねゆっくりそろりと始めてください大変なことをいきなりすると燃え尽きますこれ例外なく ね、私が募集の時にね、余裕のない人はやんないでくれと言ってるのは、主にこの理由も、理由が大きいですね。余裕ないからね、早く稼がなきゃって言って、ガンガンやるんですけど、何しろね、えー、もう、あのー、もともとね、稼ぐの下手だから余裕なくなってる方が、いくら頑張っても、自己流でいくら頑張っても、成果出ない、残酷な言い方ですけど、それが現実です。ですから、ね、私の言ったことをちょっとずつやっていっていただいて、 であ言った通りだったらね、ちゃんと講座できた。言った通りだったらちゃんと売れたとなってから頑張ってください、ね。それから朝は夜より賢いです。新しいことにチャレンジするときは、できるだけ朝時間を、朝時間を取って作業してください。朝の15分と夜の45分でだいたい効果が同じぐらいです。ね、いや、それは夜45分、15分と4 5分だったら45分3倍なんで3倍の成果出そうな気がするんですけど、 まあ新しいことに一日頭使って疲れた頭で、でしかも夜は新しいことを覚えるとかね、賢くいるとかいうのには非常にふさわしくない時間帯なんで、まあ朝15分作業した方が時間も短くて済みますし、おかしな判断もしない。ね、私に気が済むことをなぜかね、え Amazon に行けない形で質問しちゃうとかね。 仕入れ金額高いのになぜか相談も確認もせずに買っちゃうとかそういうねもったいないミスをそんな大体夜作業してる人なんで朝起きて作業すればもったいないミスもないですし効率いいですできるだけ朝時間をとってくださいそして毎日10分でいいので動画を見る口座登録をする商品探しをする毎日何かしてください21日間毎日何かしてくださいでやりすぎないでくださいで 乗っちゃってねあ、今日は時間あるから仕入れガンガン頑張ろうとかいう時も必ず45分で一旦作業を区切って、で、それでまた15分あるいは10分休んでから再開するという形で作業してください。で、45分かける2で1時間半ね、それを2倍すると3時間。3時間はちょっとやりすぎなんでね、やっぱ1時間半までですね、はじめの3週間、21日間は1時間半以上の作業をしないと。 逆に時間取って頑張らないと早く稼げませんっていうのがね、まあ普通の効果の出ない塾とかね、マニュアルの教え方なんですけど、これはもう人間の脳の機能を無視したやり方なんで、再現性が良くないです。はじめは、もうとにかくね、続けると、習慣化するっていうのを優先するんで、無茶な作業をしないでください。難しい作業もしないでください。わかんなかったら全部私に聞いていただいて、その言ったことをやると。 自分でね、調べたり考えたりしてると、15分だの45分なってあっという間に過ぎちゃいますんで、なんか調べて何もわかんなかったけど、時間過ぎちゃったと、ねえー。これ最悪です。あの、何のためにサポートを受けてるのかわかんないんで、えー、そんなんでね、作業は必ず楽に、ね、続けるのをまず習慣化する点第一優先にやってください。で、初めの1ヶ月でやっていく作業の時間の目安ですね。まず銀行口座作ります。 これね、あの、サクッと言っちゃえば10分で終わりますけど、えー、手こずると100分かかります。ただこの100分って言っても100分調べて悪戦苦闘しろってんじゃなくてね、えー、もうなんかわからなかったら私に聞いてください。で、私がたまたまパソコンの前にいて、すぐ返事すればね、えー、10分しか時間なくてもその回答がいきますけど、そうじゃなくてね、えー、スカイプの、誰かのスカイプ相談やってたりとか、私が外出してたらね、45分以内に返事できないんで、だから質問して、 まあ、返事がね、えー、来なかったら、まあ、翌日返事来たのを元に作業するというような形でしてください。自分で調べる必要はないです。調べても、多分正解にたどり着かないです。ね。だから、調べるだけ無駄。ね、聞いてください。で、セラーアカウント登録も一緒です。ね、あの、わからなかったら聞くと。んで、どっちもサクッといっちゃえば、これ10分で終わるんですけど、まあ、10分で終わらなくてね、その、調べて、行って、やり取りしてとかね、あるいは、書類審査の返事を待って、 とかいうのをやってると、まあ10倍に100分程度はかかるかもしれませんけど、まあそれにしてもね、えー、例えば1日10分しかやらなくて、えー、100分で10日間で、こちらも10日間、ね、それだけかかったとしても、20日でもう講座はできていると、売る準備完了するわけですから、焦る必要はないです。1日10分で作業してください。でそれから、まあずっとや,やり続ける作業は商品探し、ね。これ、まあ5分から50分。 逆にあの、全然見つかんないのに、その見つかんない方法でね、あの、45分以上ガンガンやり続けるっていうのは最悪です。このやり方でね、見つかんない,いや。商品なんてそもそもないんじゃないかと。なんかね、ネガティブイメージ、敗北感だけがついちゃいますんで、えー、もう10分やって商品見つからなかったら他の方法、あるいは他のものを探してください。ね、見つかんないのガンガン見つかんない方法でずっと繰り返しても全く意味ないです。見つかりません。 で、NG 商品を下げて変えていくと。で、頭で考えず単純に比べてください。これ何言ってるかっていうと、なんかね、商品見つけるの下手な人の特徴として、頭で考えたキーワードを打ち込むとかね、えー、なんかその、考えて調べるってやり方をしてます。ね、えー、考えるのいいことなのって普通は思うはずなんですけど、大体ね、考えるとうまくいかないです。なぜなら、えー、転売経験のない人が、 ね、あの、考えつく、初心者が考えつくことって大体みんな一緒なんで、みんなでね、軽くて小さくて安くて、えー、とか言ってね、ネットで探してたらみんな同じような商品を探してますんで、いくら見てもね、全然差額がありませんとかね、FBN 出品者多いですって形になっちゃいます。そうじゃなくて、この NG 商品を避けて、家の中にある商品とか、ね、店舗にあって、目についた商品とかを単純に比べていくと。 頭を使わず単純に比べる、ね。見たものを比べるってやり方で探していけば商品は必ず見つかりますで。逆に見つからない人の特徴をね、えー、一,つ一言で言うと、まあ、外に出ないと、ね。ネットだけで探してて外に出ない。ね、だって1日5分か10分、五分か十分じゃない。分ね、商品探しって言っても、えー、店まで行ったら10分過ぎちゃうじゃないですか。まあ、それはそうなんですけど、別にわざわざ店に行かなくてね、えー、通勤の行き帰りにある店とか、 あるいはあの書店で本を見てねあるいは本を買ってその本に出てる商品を見つけるとかいう形をすればねいくらでも10分で商品比べられるんで何考えずに単純に比べるというので探してくださいそれからアマゾンや購入者からの問い合わせに対する対応これはもうねあの パッてセーラーセントラル開くだけでえ何も連絡来てなかったら1分で終わっちゃうんですけどえまあこれはでも必ず毎日セーラーセントラルはもうあの商,品商品ページじゃなくて商品を出品したらもう必ず毎日見てくださいで連絡来たのに対してはこれ何て書いてあるんだろうってねえ翻訳したりとかはする必要ないですまあしてもいいんですけど翻訳するとね返事したくなっちゃったりなんかこれどういう意味なんだろうってわかんなかったりあるいはね翻訳ソフトって 実はすごい出来悪いんで、日本語、英語を日本語に翻訳するとね、意味を逆に取っちゃう訳し方とか、何言ってんだか分かんないのが大体です。ですんでね、それで頭使ってもあんまり意味ないんで、もう単純に私にコピペでこの連絡来たどうしましょうって、ただコピペしてもらった方がいいです。それならね、開いて1分、でコピペして1分、2分で終わるんでね、あの、 アマゾンや購入者間問い合わせに対する対応はそれで OK です。まあそんな形で、何しろ、ね、そうそうそう、頑張って稼ごうって言ってね、初め張り切っちゃう人多いと思うんですけど、それ注意しとかないとね、張り切っちゃうとよ,よくないです、ね。頑張ればうまくいくって日本の学校で教えてますけど、まあ、逆に頑張ってうまくいかないからね、今日本がうまくいってない状況なわけですから、まあ、あの頑張らず効率のいい方法で、えー、稼いでいくと。 ね、稼ぐ方法を見つけるっていうのは重要なことなんでね、えー、初めの1ヶ月、特に初めの21日間、習慣化するまでは、もう習慣化させることを最優先、ね、大変なこととか余計なことをしないというのを優先してやってください。当然、10分から45分の作業ですからね、えー、副業でできますかっていうか、そんな本業で1日10分か45分しか働かないなっていうのはね、あの詐欺師が進めるなんかね、商、え、材、ー、以外ありえないんで、もう、あの、 はじめから本業ですというのは想定してませんのでね、あの副業で十分取り組める範囲です。頑張らず、まずは習慣化することを目標に、毎日10分以上、10分から45分を目安にして作業していってください。以上、AmazonS サポーター、堀秀夫でした。